総量が決まってます。総量が決まってます。
流動性が低いものについてはすごく操作しやすいと思います。で、例えばですね、こういう、まあ、チョコレートを出ます。これ26個入りのチョコレートで
ていう、ただ、まあ、多分投資家とは一緒だと思います。で、そこに来てですね、なんでこの FTX が破綻したのか、何が起きているのか、次の説にしてるんだけど、で、まあ、これはですね、まずちょっと理解するには、まあ、この方は知らないといけないんですけど、この方は、SBF っていうみんな名前、短く言うんですけど、頭文字でね、サム、フリード、サム・バンクマン・フリードですね。サム・バンクマン・フリードさん、今30歳です。そう、30歳です。で、この方がですね、まあ、この方のちょっと経歴っていうか、その今まで何をやってきたかっていう説明しないと、この何が起きたかは分かりにくいので、ちょっと説明すると、この方結構ね、お父さん、お母さんも、まあ、大学の教授で、自分も優秀、まあ、物理学から専攻していて、で、その、大学出た後に、しばらくです、ね、ハイフレクエンシートレーディング、超高速取引業者で、ディーラーやってるんですよ。HFT。だからそのプログラミングとかそういうのも分かるし、割と、まあ、いいところの、まあ、坊ちゃんというか、ね、そんなにいいところの坊ちゃんですね。まあ、アメリカで親どちらか、結構いいところに、いいだろうという、まあ、そういう、まあ、いわゆるエリートです。かなりエリートです。この方はですね、実はその、まあ、数年前に、まあ、5年ぐらいか6年ぐらい前に、まだまだその仮想通貨が、まあ、黎明期だったところに、まあ、そのアービトラージ取引が儲かってたんですね。じゃあそのアービトラージっていうのは、いわゆるアメリカ市場と日本の仮想通貨市場の間に価格差が存在してたところで、ズレがあったんですね。マーケットは効率的じゃないですか。まあ、例えば、ビットコインがアメリカ市場で1万ドルだった場合、今、日本市場で1万2000ドルだった場合、日本人が高く買わされたんですね。この方、何をやってたかというと、アメリカの市場でビットコインを買って、日本の市場で売ってたんです。最悪のところは、濡れてるわけでもなかった。そう、リスクフリーです。しかも何のリスクも取らないで、ものすごい利益、富を手に入れたんです。結構予想しなくても、それだけ。そうで、言われてる一番やりだして、もう1週間か2週間ぐらいでも30億とか20億とかも入った。しかも1日でなんか、20億もかかった時もあった。まあもちろんこれは彼がやりだしてから他の人も気づいて、いずれはみんなが同じことをやるとこれどうなるかっていう価格がほぼ同じことですよね。そう、アービトラージがなくなってしまうんです。まあこれはでも基本的には、まあ要はマーケットがより、まあ、流動性も増えて、より健全になると、こういうアップダイブというのがあるんですけど、まあ、こういう仕組みなんですけど、この方が一番先に気づいたんですね、それに。で、その後に、彼が何をやったかというと、この、まあ、HFT を退職して、まあ、その、ビットコインの取引を始めて、それで儲かって作った会社が、このアラミーダリサーチというんですけど、この会社は、まあ、いわゆる、まあ、トレーニング、ビーリングをやってる会社ですね。で、その後にですね、彼はここでも、まあ、あってる多分儲かったんだと思うんですけど、でそのお金でさらにその、まあ、資金調達とか、その FTX の取引を作ったんです。で、FTX は後に世界2番目に大きい取引所になったんです。当時も結構いろんな取引所がありましたけど、FTX の差は何だったんですか？なんでこんなに大きくなったのか。で、このFTX っていうのは、いわゆる今の投資家さん、特にトレーダーさん向けの商品をたくさん出したんですね。で、例えばディーバっていう先物です。そう。で、この方がだから自分自身がいわゆるインチェッティ出身だし、自分自身がトレーダーになって、まあ、いわゆる天才的にトレーダーある意味いろんなことで、ね、でその方々からいわゆるそのプロのトレーダーが使えそうな、まあ、使いやすい市場、使いやすい取引所、システムを構築した。それが FTX ですね。で、まあ、ここまではいいんです。ここまでは良かったんですけども、その後に何をしだしたか。そう、まあ、その後にですけど、もちろんこの FTX っていうのはただの取引所で、まあ、
来であれば、手数料とか、ビジネス手数料とか、ただそれだとこんなに大きくなるんです、うん、で、この彼らが何をしたか、今度は、まあ、さっき言ったように、まあ、いわゆるそのいろんな、まあ、ほとんど実質上価値がないものをに価格をつけて上場させるっていうね、まあ、そういう仕組みに今度使う。まあ、証券会社なんかで、その割と、まあ、これって結構業務の一部分なんですけども、まあ、いわゆるいろんな会社とか、その上場の会社を上場させる、その時に、ね、まあ、アンダーライティングなんですけど、まあ、一旦、その証券を扱って、そして、まあ、いろいろその、
ここまで、まあ良くないんだけど、まあ、いわゆる価値のないものを作って、だってもともとこの HX ってアラミンだっていうのは、まあ、本来はこれ繋がっちゃいけないんですよ。まずここで、いわゆる利益相反が。子会社と、ね、そう起きます、まずはね。でなぜかというと、相場操縦になるんで、あのマーケット、あのこれ繋がって、本当は繋がってるじゃないですか。で、その、まあ、そもそものですけど、ここが繋がってたらまずまずい。しかもですね、この人たちが自分だけ作ったトークン、自分らのトークンを、自分らのコインを、自分らで作ったカラバカオを、自分らの子会社、系列会社に合わせて、価値をそう、つけてもらって、さらにそれを自分のところで上場させて、個人投資家に売るっていうスキル。これって、詐欺じゃん。はっきり言うと、ただの詐欺ですね。そうですね。はい。あの、よく言う、ポンジスキル。ポンジスキル。まず、これ、ただ、まだこのレベルでは、まあ、一般的な詐欺。詐欺のレベル、一般的な詐欺レベル。FX が破綻するほどの詐欺ではまだ、うん、で今度は何をしたかというと今度はねこの人たちこの FTX ってこれ当然自社トークンね、はい、で自社トークンで全部売ってるわけじゃないじゃないですかこの人たちにねこの人たち全部売り切ってるわけじゃない自社トークンだしね、はいまあ、発行しようと思ってそう発行しようと思ってたらできるでそしたらこの自社トークンにこんなに価格が上がっちゃって価値がついてるからこの会社がどんどんバランスシートが膨らんでいきますよね。そう、儲かっていく。そう、資産がね。そう。で、しかも、まあ、マーケットがこれあの FC バブルの崩壊の中で解説してるんだけど、この手のものっていうのはお金がジャブジャブの時に投機的なものっていう現金性が高まる。つまり現金同等の扱いがされるわけね。そう、本当は全く関係ないんだけど、ただ要はあの外から見ると中身を知らないと、まあ、この会社はいつでも売れるいつでも市場で売れる資産をいっぱい持ってるで実質上ですねこの人たちのポートフォリオ資産のポートフォリオの中で6割が FTX トークン6割も FTX トークンの FTX になるから分かんないです、まあ、マジカルコインですねマジカルでそうしたらどうなったかさっきも言ったように1兆円超えましたね、はい、で私は1兆円担保あの元本ありますあ持ってるそう持ってるということで銀行とかいろんなところが資金調達できますつまりレバレッジですレバレッジをかけることができます、つまり皆さんも信用取引例えばやってますね100万を入れたら、まあ、300万、はい、取引できるであのまあ、FX だったら、まあ、25倍までね、までできる。マックスね、100万入れたら2500万までできる。まあ、これってつまりレバレッジですね。でこの人たちが何をやったかこの、ここの中に入っているこの、まあ、暗号資産、まあ、主に FTT だけど、その他もいっぱいあるから、ね、ほとんどゴミですけど、あのたくさんあったんですけど、それらを担保に、担保に、今度は、あのもっとでかいギャンブルに出てるんですね、まあ、資金調達したりそれを担保してレバレッジをかけていろんなことをやろうとしてるんですねで何をやったかっていうと、まあ、例えばですね、有名人たくさんこういうあの使って、まあ、CM を打ったりとかキャンペーンを行ったりとか、なんかスタジアムの命名権買収したりとか、あと e スポーツチームですね。これのスポンサーに出して200億ぐらい。つまりかなりの無駄遣いですね。相当なんです。で、その無駄遣いはいいんだけど、無駄遣いは自分のところにまだお金があるなら無駄遣いしてもいいんだけど、この人たちはそのお金そのものがまず調達してる。で、その調達するための元本として自分のところのこのコイン、本当は価値のないコインを見せてる。さらにですね、それでも足りなくて何をやったかっていうと、これ、さっき言ってたこの一番最初のスキームが詐欺レベル1ですね。で、これレバレッジをかける、資産のレバレッジをかけるのは詐欺レベル2。
2ですね。で今度詐欺レベル3まで行ったんですけど、何をしたかっていうと、今度はこれ一応取引所だから、この人たちいっぱいたくさんあの個人投資家さんいますよね、はい、いろんな投資家さんいます。その人たちがこの中に当然ながら自分のコインを預けてるんですよ、ね、はい、でコイン預けて持ったり買ったりいろいろやってるんですけど、この人たちの資産まで手を出したんです。私たちのものじゃないじゃない、そう、この人たちの資産まで手を出して、さらにそれをこの人たちのお客さんの顧客の資産を担保に資金調達したりレバレッジをかけていろいろギャンブルしたりしてるんですね。詐欺レベル1、詐欺レベル2、詐欺レベル3、3、あの3レイヤー三重です。本来顧客の資産に手をつけるの、うん、絶対にダメです。ダメですね。絶対ダメ。で、じゃあなんでこのスキームが崩壊したか。まあ皆さんどんな詐欺スキームいつか崩壊しますか。あのポンジスキームに関しては特にあの必ず崩壊しますよね。あのお金が無限大じゃないですか。お金だけ。ただ、まあ、きっかけがですね、この人たちのバランスシート、この FTX のバランスシート、資産の実態は何だっていうことで、それが報じられたんですね、最近で、まあ、あるその暗号資産のニュースをあの発信してる会社、会社って発信してる、まあ、ウェブサイトに報じられた。これほとんど FTT じゃないか、中身がね、そう、すっぱねた。で、そしたら何が起きたかっていうと、今度はこの一番大きい取引所、あのこれバイナンスって言うんですけど、このバイナンスっていうのはあの CZ っていう、ね、あの中国人のオーナーがいます、うん、このバイナンスがとこの FTX 仲悪かったんです。私はそこまで実はよく分かってないけど、競合だからね、うん、でその人たちも、実はそのこの FTX のトークを持ってた、FTT 彼らも持ってた。で、そしたらそのオーナーがツイッターで、私は自分の FTT を売りますって言ったんですね。そんなにもう中身がないんですから、この人たちは FTT しか資産がないんだったら、かなり危ういです。僕らが持っているのを売り出します。と言った途端に何が起きたかというと、価格が一瞬下がったんです。ちょっとこの辺り。あ、はい、この辺り、はい。一瞬下がったんです。ただ、その時にこのアラミーダが、いや、あの売るんだったら私たちがそれを22ドルで全部買います、あなたが売るんだったらね、はい、と言ったんです。で、それはちょうどこの水準なんです、22ドルで買いますって言って、一旦収まったかに収まったかのように見えたんだけど、ただそこはね、実はね、大きなこの人たちの戦略ミスで、この時にアラミーダが22ドルで売りますって言った時に、22ドルで買いますって言った時に、実はあの無意識かもしれないけど、まあ、本当に大きい戦略ミスなんですが、自分らのお衣装レベル、マージンレベルにいっちゃったんです、市場に。だから僕らは22ドル以下になったらやべえことになりますって言っちゃったんですね、宣言してたの。だからものすごい失敗で、まあ、そのアラミーダの、ちなみに社長もですね、この人の元恋人らしいんです。すごい若い女性の方。そうなんですか。そうです。元なんかハリー・ポッターファンが、恋人、らしいってことですね。そうです。まあ、そもそもだからそのガバナンスとしてもどうかなって思う、ガバナンスもかなりガバガバだったということなんですね。はい、そもそものとして。であの、この人たちが自分らのマージンコール、お衣装がかかる数字が22ドル。で市場に言っちゃったんで、何が起きたかっていうと、今度はその、あのこの市場っていうね、これ株市場にしないんですけど、あの地の匂いをするとシャークが集まってくるんですよ、ね、あのサメがね、この人たちが地を流してるって分かった途端にサメがね、ゾロゾロ集まってくるわけで、いろんなサメが今度は空売りをし始めたんですよ、 FTT にね。そうで、この人たちは持ってる、一応ちょっともちろんその現金は持ってるんで儲かってるからね、それで買い支えようとしたんだけれども、それを当然ながらみんな一斉にそういうサメに襲われると、あの守れなくなっちゃって、これが崩れちゃった、崩れ
ちゃって、まあ、今いくらになって、これ作った時点で 1.36 ボルトで上がってるんだけれども、まあ、それでもそのいわゆるインソルベンシー、会社が債務不履行ですね、レベルに落ちちゃって、会社が破綻、倒産、スキームが崩壊、この人はどこかオンズラしてるらしいの、どこに行ってるか、バハマなのかな、まあ、一旦アルゼンチンに行ったとかっていう話もあるんですけど、でそれでなんか行く前になんか、400億だか600億だかハッキングされたとか言って、出たけど、たぶんお客さんの資産をそのまま持っていったんじゃないですか。自分らで、でそのアルゼンチンに行ったのも、なんか最初にアルゼンチンに行ったら、アルゼンチンって、私もよくわかんないんですけど、あの裏、仮想通貨市場みたいなのがあるらしくて、そこで要はそういうあの、なんかハッキングされたものとかそういうのの、そうなんか現金に変えられるらしい、うん、で多分だからもう最後に残ったあれを全部持ってあのオンズラして、でその、まあ、向こうで、まあ、ハッキングされたとか多分なんか言ってるけど、あのそれでもう持って今バハマ逃げてまあ、逃げて、顧客のお金を持ってで、FTX が破綻して、まああのチャプター入れて、日本民事再生金を申し込んで、で問題がですね、あのこの人たちの、このたくさんこれだって2番目に大きいそう、そう、この人たちが今、お金を取り出せないんですね。まあ、それほどだから、その自分らで作った無価値のマジカルコインだけじゃなくて、資産まで全部ギャンブルして釣っちゃったんで、それであの社長ごといなくなっちゃって、でこのスキームが崩壊して、今、まあ、ちょうど昨日のニュース、今朝からクラスアクションを起こされた、クラスアクションというのはアメリカで、まあ、こういう被害者がまとまって訴訟を起こすことです、ね、集団訴訟で、それに関してはしかもこの FTX 関係者だけじゃなくて、 FTX の CM に出てきたとか、そういうキャンペーンに出てきた、協力した人たちまで、芸能人とかスポーツ選手まで、そう、訴訟を起こされた。訴訟を起こしたところで、多分お金も戻ってくるとは思いませんが、一部は戻ってくるかもしれない。あのこの人たち、もし資産があるんだったら、アメリカ、国内にね、それが流動化されて、一部は戻ってくる可能性はあるけど、多分違う。これがだから、まあ暗号資産のリーマンショックというふうに言っているんですが、まあ、リーマンショックの時のリーマンブラザーズは、あれは詐欺ではなくて、一応、まあその、まあ、出来事っていうのは、業界に与える影響として、多分リーマンショック級だと思う。ただ、リーマンショックかっていうと、これがリーマンブラザーズには申し訳ないですね。あのこれをリーマンショックっていうと、はっきり言ってリーマンブラザーズ、リーマンブラザーズはまあ当時不動産担保証券っていう、不動産担保証券そのものの確かに価値はなかったんですけども、あのただ、その詐欺しようと思って多分作ったものではない、そういうふうにどんどん投機的に、まあ、もしくは当時の銀行システム、その金融システムそのものの結果腐敗と問題があった、格付け機関にも問題があったし、まあ、それを置いといてですね、だからレベル的にはちょっと違うレベルのところにある。まあ、結果的にはですね、これが今、あのいろんなところで多分連鎖倒産を起こす可能性があって、もうすでにですね、まあ、何だっけ、そう、今日もう一つ、ブロックファイでしたっけ、そうが破綻してます。で、その会社も貸し付けを行ってる会社なんですけど、あのレンダーですね、特にレンダーって、でその、まあ、このビジネスモデルとして、ビットコインを預けると、もしくは暗号資産を預けると、そのに対してはなんか 8% とか、ね、金利を払ってたんですよ。そんなに金利払えるのも、でこの FTX もあの同じスキームあったんですよ、お金をなんか預けると金利もらえるっていうね。暗号資産に金利が発生するっていうのは、そうなんですよ。だからまあ、こういうのも含めて、結局、ここから、まあ、学べるものが
金融詐欺とかですね、どのバブルからも同じものなんですけど、まあ、そもそも論として金利がね、めちゃくちゃ低いときに何で 8% になるんですか。それどこから来るのか。こういう要は持続可能ではないスキームって水が崩壊するし、こういったものっていうのは暗号資産に限らず世の中にたくさんあります。日本だったら投資詐欺、そうだから最初はなんか数ヶ月とか1年間とかちゃんと金利が戻ってくるかもしれないけども、そのうちですね、あの新しい人が入ってこなくなると、あそう元本ごとき、まあ、そういうものですね。よって、まあ、これはロシアのことわざなんですけど、ただのチーズってネズミ取りにしかないって言うんですよ。ただのチーズはネズミ取りにしか置かない。チーズってほとんどあのお金払って買わなきゃいけない。ただのチーズがあるんだったら、あんたはそこを多分ネズミ取りだ。自分がそのただのチーズを食べると思ったら捕まっちゃう。そういうことです。そういうことです。ロシアのパン。ロシアのパン、ということですね。まあ、これのだから他の市場への影響っていうのは多分あると思います。で、現時点でははっきり見えてませんが、さっきも言ったように、まず連鎖倒産を起こして、これ暗号資産の業界での連鎖倒産。連鎖倒産だけど、さっきも言ったように、例えばテスラなんかも一緒じゃないですか。そこに群がってた人たちと同じ投資家層です。そう、投資家層が結構同じだったりするので、そうすると株式市場への影響はもちろんあの限られてると思う。まあ、そこまでやっぱりメインが株式のところではないので、多分暗号資産のトレードをトレードしてる人たちもね。ただ、被ってる部分がありますよね。重複してる部分。そういったところに必ず私は影響が、まあ、時間とともに出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、もう一つはですね、この暗号資産全体に関してはおそらくこの FTX の失敗、FTX の破綻を受けて、多分各国がものすごい規制をかけてくるんです。締め付けるんですね。で、そうなると、さらに締め付けられて、こういったスキームがどんどんもっといろんなところで崩壊してきて、でもっと価値が下がっていって、で本来の暗号資産の魅力である、まあ、規制かけられていない、どの国にも、どの、まあ、その中央当局にも監視されないみたいな魅力がなくなれば、そもそも論として存在価値自体が壊れるっていうことですね。まあ、ということで、まあ、これは私は、最初は、一番最初の時は非常にユニークなアイデアで、ね、ブロックチェーンの技術は、非常に期待はしてたんですけども、ただ、2年前から、ものすごくもほとんどですね、こういう詐欺スキームにしか使われないということで、ものすごい批判してたんですけども、まあ、結果的には、魔法が消えて、馬車がカボチャに戻ったシンデレラですね、シンデレラストーリー。それで魔法が、マジカルコインの魔法が消えて、無理に。いう残念ながらこういうことになってしまった。で、まあ、ここから学べる部分は、やっぱりさっき言ったように、まあ、甘い話はまずないのと、まあ、あとは、金融資産というのは、リアルアセット、ちゃんとした資産というのは生ほどあります。日本というのは上場会社さんでもありますし、そうです、コミュニティは投資できますし、これは要は現物もあるし、先ほども実在しているものです、ね、ちゃんと動いていて、何らかのユーティリティが必要性が伝わっているというふうに思います。上場会社です。アメリカよりアメリカというのは1万5000近くあります。で、FX あります。サービスの世界の通貨、世界各国の通貨があります。まあ、こういうたくさんの投資先がある中で、ちょっとこう上がってるからとか、上上がってるからって、こういう怪しいものに皆さん手出してしまうと、残念ながら、こういう結果になりかねないということです。まあ、ビットコインに関して、あえて言えば、ビットコインは私は一定のユーティリティはあると思います。まあ、ビットコインは私批判はしてますけれども、まあ、ビットコインは、ただそれだけ言わせてください。だから僕も一応全面否定してるわけではない。ちょっとこう、まあ、皆さんの、まあ、注目って警告っていう意味で少しツイッターで
で激しい言葉を使ってるから申し訳ございません。それはあの、まあ、ある意味だから誰かが言わないといけないっていうその悪役をあの私はあの張って出てるんだけれども、あの全くあのそのユーティリティ実用性が、まあ、さっきも言ったように1万2000個あって、まあ、多分 99% 何の実用性もユーティリティもないんだけれども、ビットコインに関しては一定のユーティリティはあります。これは確かにその通常の金融システムでできないようなことができる場合があります。ただそれがいいことにも使われるし、悪いことにも使われる。まあ、そこも一つの問題ですね。まあ、そのツールそのもの自体にはいい悪いはないんだけど、そのものには別に倫理があるわけじゃないけれども、まあ、そのビットコインで例えばですね、なんか本来お金を送ることが難しい、その国の、例えば NGO にお金を送ったり、支援金を送ったりとか、もしくはその、自国で独裁国家とかで迫害を受けたり、弾圧されたりしている人たちが国外に逃げて、資産を、ね、移動させる方法だとか、あのまあ、いろんないい側面に使えばいいものにも使える。一方で、あのまあ、裏取引だったり、まあ、そういう麻薬だったり、いろんな怪しいものの取引に使われる場合もあるので、まあ、これはだから規制かけられることによって、まあ、そのいい方向に使われる魅力もなくなるし、もちろん悪いものも使われなくなるんだけれども、まあ、全体としてはあのこういう詐欺が出なくて、みんな秩序を守ればよかったんだけど、残念ながら人間 の技術がどんなに進化しても、人間そのものっていうのは進化してないから、こうなっちゃうんだよね。悪い方に、そう、みんなグリードですね。グリードです。本当に強欲ですね。これでこうなってしまいます。ということで、皆さんは、資産は、くれぐれも安全に注意してください。はい。以上です。ここに資料がね、決してなくなるってことではないと思うんですよ。なくなりはしないと思う。はい、なので、まあ、まあ、あとは分からない。なんかスマート契約なんか使ってリーサレオンとかも多分なくなるでしょうし、まあ、今後も多分そのものが資産クラスとしてなくなりはしないけど、多分厳しい規制をかけられるので。本来あんまり動かない方がいいですよ。まあそうなんですよ。まあそうなるとでもほら、こういう詐欺師とかがにとっては魅力が減る。そんなに動かなくなるとじゃあ株でいいじゃんってなるよね、うん、まあ保管資産で、まあでもそれが当たり前なんです。そんなもんだから甘い話はこの世の中存在しないので、もう自分がね、そういうタダで食べてると思ったらちょっとなんか警戒した方がいい。そうですね、そのねチーズ食べたことによるともっと大きなものしない、大きなものを、そう最初はねあれだけかもしれないけど、ということでまあいろんな今ね投資詐欺が流行ってる聞いてます。だから、あの人に関係ないかもしれない、いろんな投資スキームがあるかもしれない、そういうのは皆さん飛び込まないで、ちゃんと誰かまともな人に相談したり、まあ、証券会社さんに相談するのもいいと思います。こういうスキームありますけど、証券会社さんにそういうその場合は結構丁寧に教えてくれるので、ぜひ自分だけで判断しないで、そういうちゃんと知っている専門家、信頼できる人たち、日本市場で